声優生チャンネルの時間です。若道です。西です。よっちゃんです。本日は清水よしこさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ピンクの電話のデビューになるまでの話をちょっとだけ。はい、私たちはもともと女優志望で、それで劇団で知り合ったんですけども、昼間は OL して夜劇団でお芝居の勉強してて、当時石井光造社長が、まあこれ頑張っててもまあテレビドラマでセリフ一言もらうっていうのもまあ10年はかかるよって言われて、コンビを組んで自分たちで面白い本を書いてお笑い番組に出たら、まあ10分間ぐらいは主役でいられるんだから、その方がいいんじゃないかみたいなことで、そしたらお金がどんどん落ちてるよと、お笑いのその基本とかも全く知らないで、まあお芝居は好きだったので、お芝居のその感情のズレみたいなことで、まあ話題に持っていくっていうのは、まあ芝居としてはできるので、そういう本を、はい、ご自身で書かれた、みんなで、みんなで書いて、はい、リオちゃんと。それで私 OL やってましたから、その OL のコントを割といろんなことが、OL さん同士のいろんなこと、面白いこといっぱいあるので、そういうのを題材に書いたら、割と同世代の女の子たちに受けたんですね。それで初めテレビ演芸って横山やすし師匠の番組がありまして、それで10週勝ち抜きなんですよ。それで9週目まで勝ち抜きまして、それで勝ち抜いていくうちに、どんどんその間に、まあ毎週出るからレギュラーみたいな感じじゃないですか。それで名前とか覚えていただいて、もうその途中ぐらいからひょうきん族とか、はい、出していただくようになって、横山やすし師匠の番組、はい、何か言われたことありますか、横山さん。もう横山やすし師匠はもう本当に、もう私たちは大体楽屋でずっとネタ合わせしてるんですけども、師匠がバッて入ってきて、あんたら今日気合い入れんな負けんでとか、すごい気合いを入れてくださって、怒るだなとか、それはそうですね。もうなんか厳しいっていうか、厳しい目つきで、だけど愛情がすごい伝わって、頑張れって感じで、はい、はあ、そんな感じで、はい、で衣装とかも絶対に手を抜くなって、もう衣装はもう本当に芸人はもうきちっとした格好で出ろっていうことで、はい、私たちスーツ着て出てたんですけど、いい話ですわ。焼肉とかもご馳走になったりとか、おごってくださるんですか。おごってくださいました。焼肉はすごい好きな方やらしいですね、はい、それでちょっとでも焦げたら嫌なので、もうしょっちゅう、おい網帰ろうって言っても、もうまだ大丈夫なのにとか思うぐらい、すごい綺麗にされるんです、自分のご自分の前は。はい、ピシッとして召し上がってらっしゃいます。なるほどザワールド、はい、もう相川欽也さん、はい、やっとられた番組でレポーターされてます。そうなんです。あれでもう割と月に2回ぐらい海外に行かせていただいてて、山ん中もう一晩中こうなんかすごいガタガタ道をずっと車で移動したりとか、うん、はい、食べ物とかも本当に、うん、まさかの、まさかのものをかなり食べましたね。た例えば虫とか、例えば虫とかはもう本当に普通に食べましたね。そういうのをでもそういう山奥とかで本当貴重なタンパク源として食べてるっていうことをレポートをしなきゃいけないから、なんですかね、もうそこに生きてる方は普通のことなので、けなしたりとかいうこともないし、ただ驚きますよね。コオロギの天ぷらとかもカリッとこう衣でコロッと揚がってれば、うん、見えないぐらい揚がってればまあ頑張って
で食べれるんですけど、うん、例えばその天ぷらにちょっと顔が出てて、コオロギの、それでそれをあの鍋に入れてて、ふやかして食べる。ふやかして。そういうのって割とちょっと。えげつないですね、ちょっと。もうカリカリでいいじゃんって思いますけどもね。あとヘビとかそういうのないんですか？ヘビも食べましたね。はい、うん。市場とかでも本当ぶら下がってますからね。うん、はい。うん、蛇は本当に弾力がある感じで、うん、ちょっと、うん、味とかもそんなないですよね。ロサンゼルスも行きましたよ。いいとこですね、はい、今度は。ロサンゼルスで何をやったかっていうと、今あの逆バンジーって割とありますよね。はい、あります。あれをあの開発してる時に行ったんですよ。あの逆バンジーって世の中に今、うん、あの広がってますけども、日本人で2番目なんです、私飛んだのが。へで1番目が音声さん、音声さんが飛んだの、はい、当日まで聞かされてなくて、でも音声さんがもう前の日の晩ご飯の時にもうこんなになってたんです。ちっちゃくなって元気なくて、よく知ってる音声さんなのに元気ないですねとか言ってたら、とか言って、でも言わないで秘密にしてたんですね。で私たちには全然聞かされてなくて、であのその工事現場みたいなところに行くと逆バンジーやってもらいますっていうことで、それであのスタートの時点でもうかなり高い、もうビルの何階っていうぐらいまで上がってて、そっからあの自分で線を抜くんですよ。そしたらビューンって上がって、すごい勢いでゴムみたいなすごいので、もうあの上まで行った時にはもう本当に何ですかね、飛行機から落ちてるんじゃないかぐらいの高さぐらいのイメージですね。それでもうこんな霧もみ状態で降りて、それで私の場合は安定しなかったから2回飛ばされて、もう1回ですかとか言って、で1回目はもう靴とかももう飛んじゃって、その靴をまたスタッフの人が取りに行ってくれたりとかして、ものすごい過酷なんですよ。もう嫌だって言ってももう1回お願いしますって言われて、で2回飛んだんですけど、でその後美和子ちゃん飛んだんですね。美和子ちゃんはね、なんか知らないけどね、安定してきれいに綺麗に落ちて、私ってこんな霧もみにならなくて、高いところは大丈夫なの？大丈夫じゃないですよ。本当にアクロバット飛行とかもやりましたし、あと、ヘリコプターから中継でこっち側のヘリコプターのドアを外して、下から撮りますから手振ってくださいとか、もうすごい、すごいですよね。金谷さんって相川さんは本当にあったかい方で、よしこちゃん、よしこちゃんとか言って、で、スタジオでなんかちょっとこう発酵の進んだお豆腐のすごくすっごいもう進んだものがあって、それを世界のなんか臭いもの特集みたいな時に、で私もそれ食べようと思ったんですけど、ちょうど妊娠してたんですね。そしたらね、愛川さんが、よしこちゃんは食べなくていいからって言って、別に体に悪いとかじゃないと思うんですけど、まあちょっと心配してくださったんだ。優しいですね。優しいですね、一緒におられた楠田さんはどんな感じですか？楠田さんはもう本当にかっこいいですね。かっこいい、はい、もう本当あのまんまの、美しい、もう普段からおしゃべりで、センスもよくて、本当に何でしょう、エレガントですよね、うん、憧れますね。一緒に焼肉は行かれなかったんですか？行ってないです。行ってないです。普通の旅行とかでは行けないようなところにいっぱい連れて行ってもらえて幸せだったし、で私たちお笑いタレントとしてじゃないですか。でもあの番組は結構有名な女優さんとかも出てました、はい、レポーターされてて、はいはい、知ってる女優さんがね、
まあ、なるほどザワールドの話とかしてると、うん、あの番組はすごい食べ物いいよね、お昼ご飯とかね、晩ご飯とか豪華だよねって言うから、で私とみこちゃん、とか言って、私たち いつも大体どこ行ってもハンバーガーなんですよ、昼間は。うん、ハンバーガーでしょとか言ったら、ハンバーガーじゃないよとか言って、あのレポーターによってお昼ご飯とか違うんだと思いました。そうだね、それが分かっちゃった。分かっちゃった。高い声で、うん、得したことって現地の ああいうありますか。いや、やっぱりね、あの不思議がられますね。全世界から。はい。なんか不思議みたいですね。ちょっと見た感じとちょっと意外なんでしょうね。僕はあの声は作られてるんだと思ったんですよ、ちょっと演出して。はい、今日お会いした時に、あ、もう普段の会話もこの高さなんやと思って、ね、よくあのタクシーの運転手さんにもそれはよく言われます。はい、声で分かりましたとか言って、普段からそんな声なんですねとか言われます。はい。これからも一生懸命あの精進して、あのどんどんあの、まあ、いろんな分野で頑張れるように勉強続けたいと思います。まだまだね、私は聞きたいと思っておりますけど、本日はもうこの辺、はい、ということで、ぜひまた英雄星チャンネルお待ちしております。はい、本日はどうもどうもありがとうございました。